ども、両選手のプロフィール紹介してもらいましょう。まずはチャンピオンからセルミリオお願いします。はい、ベネズエラのミランダ出身の年齢は27歳ですね。戦績は26戦25勝16 KO 1敗、昨年の5月ですね、ウィルフェド・バスケスに、判定勝ちしてですね、 WBA の世界ジュニアフェザー級タイトルを獲得して、このタイトル3度防衛してるんですね。まあテクニシャンでですね、その懐が深くて長身の、まあ、技巧派の選手ですね。浜さん、はい、セルミニはね、タイソン戦のアンダーカードで我々を見てるんですけども、はい、どんな印象でしょう、改めて。そうですね、その時にはですね、やっぱりリーチ長いですからね、このリーチは邪魔だなという感じと、それと、まあ、1ヶ月後に葛西が試合するわけですから、はい、まず怪我したらまだ伸びたら困るんですね、まず怪我しないでくれという気持ちと、それと怪我しない程度に打たれてくれと、ちょっと弱ってくれという気持ちの複雑な気持ちでしたけどね。という先輩の言葉がありますが、笠井さん、2年前にベネズエラの武者修行の時にこれ合ってるんですか。はい、試合があるという話もあったんですよね。ありました、リング上で挨拶で握手もしてますよ。あ、そうですか、はい、一言で言うと印象どんどん印象でした。その時より、この間会った時は、はい、やっぱ線が太くなったような気がしました。さすがに、まあ、体ができてきたんじゃないですか。あ、そうですか、はい、という、まあ、印象があったそうですけれども、さあそれではですね、笠井選手のプロフィールも紹介してもらいます。はい、横浜出身で、まあ、同い年の27歳なんですけど、まあ、セルメノより8ヶ月若いんですね、はい、戦績が27戦24勝16 KO 2敗1引き分け、これまで日本タイトル、東洋太平洋タイトル、獲得してますね。まあ、一度バスケ選手にその挑戦して敗れたんですけど、その後海外遠征してですね、その力つけてきてます。パンチがシャープなそのボクサータイプで、特に右のパンチにその、強打を秘めてますね。はい、さあ、ウィルフェド・バスケスに敗れ勝ってから2年と9ヶ月が経っています。葛西雄一世界最長戦の試合ご覧いただきましょう。12月21日会場はアメリカネバダ州ラスベガスにありますアラジンホテルのリングです。Introducing to you first the challenger on my left, fighting out of the blue corner. Entering the ring wearing dark blue trunks with gold lettering, fighting out of the Taken Gym in Tokyo, Japan. He weighed in at 121 and 1/2 pounds. His record includes 24 wins, 2 losses, and 1 draw, with 16 of his wins coming by way of knockout. He is ranked the WBA number one junior featherweight contender in the world. Introducing the challenger, Yuichi Kasai. And his opponent across the ring is the defending world champion on my right, fighting out of the red corner. Entering the ring wearing the colors of the flag of Venezuela, he wears red trunks with blue and yellow trim. He hails from Rio Chico, Miranda, Venezuela. He weighed in at a ready 121 pounds. With a record of 25 wins, only one loss, he has 16 of his wins coming by way of knockout. Tonight, dedicating his efforts to his new friend, Jonathan Poirier, please welcome the defending WBA Junior Featherweight Champion of the World, a Coloso Antonio Cervelio. さあ、笠井さん、このあたりも VTR というのはご覧、見ました。はい、そうですか。どうですか、自分の表情を見て思い出しますか、この時の気持ち。そうですね、集中と、あと上がったら動いずっと動いてる、ね、そうですね、動いて、はい、動くっていうのがテーマだったので、はい、その通りやってるなと思います。だいぶこの相手のセルメニョは挑戦が決まってからかなり相手研究されたと思いますけども、はい、最初の一番挙げるならば何をテーマに戦っていくの。まあ、ジャブはもう当たり前のことですけど、はい、あれを、ね、まともに食らっちゃいけない。あとやっぱりミニアッパーをね、あー、やっぱ思いっきり振ってきますので、ええ、気をつけてはいました。ミニアッパーを気をつけていた、はい、
さあ、まもなく試合が始まります。浜田さんはこの試合どの辺にポイントを置いて解説されていますか。まずはですね、やっぱりセルメのリーチが長いですからね、このリーチの左ジャブをとことん伸ばしてくるんですね、これを何としてでも避ける、もしくはブロックするという気持ちですね、はい、これ何かこう間がありましたけれども、何か戸惑っていたんですね。選手はこの時間長いですよ。はい。長いですね。厳しい時間ですね。そうでしょうね。浜さん、こうやって見ましても随分リーチが長いなという感じですね。いや、本当に柏10センチは長かったんじゃないですかね。身長は約同じなんですけどね。はい。黒人特有な手が長いっていうのは有利ですね。この右ですね。やり返しました。セルメニョ。これは効きましたね。もっと左を打ってからと思いましたけどね。いきなりあの長い右が飛ぶとは私もちょっと予想しなかったんですね。予想しないパンチがいきなり飛んできたなという感じで、ここは何としても踏ん張らなきゃいかんなと思いましたね。笠井さん、この時の気持ちは、いいパンチもらったようですけども、来たなとは思ったんですけど、それでも自分としても冷静だなとは思いました、ね、自分自身やることをきっちりやんなきゃなと、はいはい、思い直したんで。食らった時にはやっぱりガードっていうんですか、手が前の方に出てて、隙が できてましたね。なるべく体にくっつけようというのをやってましたね、はい、いい感じがありました。ショート左です。浜田さん、そういった姿勢はやっぱり感じますよね、この映像からも。もう練習でやったらともう頭に叩き込んでリング上がりましたからね、はい、ですけど右の長いのあれは3年前だったらダウンしてますね。ああ、そうですか。それだけ3年経って体を作って鍛え上げてリングが上がったということを言えますけどね、それぐらいやっぱり目の前で見て強烈なパンチでしたけどね。ボディを打ってきました。実際のところどうでした。割といいパンチでした。効きましたか。そうですね、出だしにちょっと効きましたね。あ、本人もまず左の長いのをブロックするというのを頭に入れてるんでですね、その時に、くっついたら右アッパーが飛ぶと、それは重点的に頭に入れてるわけですね。それがいきなり右の長いの飛びましたけどね、ちょっと予想しないのが伸びてきましたけどね。この相手のリーチの長さというのは戦っててやっぱり感じました。基本的にもう向こうの距離と自分の距離違うんでね、やっぱ今は右アッパー気をつけてたはずなんだけど、少しもらいましたね。この時の印象というのはなんとかダメージ回復、もう少し時間稼ぐという気持ちでしたけどね、はい、さてジョーさんはセコンドに入っていたんですけども、3人のジャッジでチャック・ジャンパがネバダのレフリーなんですが10対8つけています。あとは10対9でチャンピオンにつけているんですが、それを取られたのはしょうがないと思うんですけどね、10対8はないように思うんですけどね、棋戦を制せられたことは確かですけどね、ただですね、本田会長もそうだったと思うんですけれど、バスケスの時のことをちょっと思い出したんですね。やっぱりちょっとショックだったですよね。それでできるだけ落ち着かせて、それで顎を引いてガードを上げると、そういう指示を本田会長出されてましたよね。インターバルの間は笠井さんどういうことを考えました。やっぱりまたもう一度ガードの位置とかを確認ですか、はい、あと自分の足のダメージを確かめて、そしたら意外とそれでもなんか残ってなかった。あ、そうですか。
自分もそんな倒れるほどの、まあ、ビデオ見たら意外といいパンチですから、ええ、そんなパンチ食らったのかなというふうに実際は思ってましたね。やっぱり試合中というのは気合入ってますからね。まあ、セルメニョっていうのは結構波のある選手なんですけど、一ラウンド目かなり内気に出ていったせいもあるんですけど、非常にシャープでパンチが切れてたんですね。それでちょっとガード固めて顎を引くっていうその指示が出たんですね。はい、浜さん、1ラウンド2ラウンドのこう葛西選手の動きはどのように見えました？2ラウンドやっぱりまだ硬いです。硬いですか。はい、なんとか、まあ、このパンチは、セルメニョのパンチは速いですからね、まあ、どっちかというと普段はドスンパンチなんですけどね、この試合はスピードありましたから、なんとか、まあ、余計そこになったらいけないんで、打たすんだったらガードの上打たしとけと、そして時間稼いで、体勢整えばいいという、ふうなことを思ってましたけどね。チャンピオンセルメニョは序盤からもうスタートダッシュすごかったですね。もっとこの選手は左を打っていって そしてリズム乗る選手なんですけどね、左をそんなに打たないで思いっきり右がどんどん飛んできましたけどね、はい、最初から勝負かけてきましたね。あのアッパーが怖いですね。パンチが来ますね。あの東洋の選手が出すアッパーとちょっと違うんですね。伸びてくるんですね。ちょっと余計、ああ、いいです。今、笠井選手、ちょっと相打ち気味になったんですけど、まあ、タイミングのいいパンチだったんですね。あ、やっぱりチャンピオン、打ち分け、いい調子で出てきてますね。はい。また右を持ってきました。この辺から、まあ、チャンピオンの右あたりをブロックできるようになってきたんですね。笠井さん、やっぱりその勝負は懐に入ってという感じですか？入るまでの一瞬のクロスする瞬間ですか、はい、それでチャンス作って、でその後にクリンチするっていうのは相手がまだ意識があるということですからね。入る前にいいのが当たればクリンチできないと思ったんで、それで高めに組もうかなと思ってました。第2ラウンド終了しました。小泉さん、2ラウンド終わってどういう印象ですか？まあ、このラウンドもポイントポイントは向こうに取られたと思いましたね。そうですね。それとですね、まあ、笠井選手はそんなダメージなかったって言ってるんですけど、やはり本来の笠井選手の動きリズムじゃないんですよね、はい、だから1ラウンド目のやはりあのパンチっていうのを考慮したのと、セルメニョがまだ調子がいいですからね、むやみに打ち込んでいくとですね、あのアッパーなりその長い右が来そうだったんですね。まあ、笠井さん、本田会長はじめいろいろなこう声が飛んでいったかと思うんですが、一番何に今この時は印象に残ってますか？耳に残ってますか？あの冷静に冷静に受けよう。自分は意外と冷静に見て、なってましたんで、ああそうですか、大丈夫だっていうふうに答えてました。はい、で自分の気持ちを確認してまた3ラウンド目のゴング、はい、この試合は日本製のグローブを笠井さん使用してるんですよね。そうですね。自分は直前まで分からなかったんですけど、はい、日本製だなと思って。どう思いました実際？いや、まあ、やりやすい、変わらないんですよね、はい、試合になるとさほど、はい、ただ馴染みがあるっていうのが良、ね、かったと思います。右、はい、のクロス、自分がやっている時とこのように映像を見ている時と相手のこのとてもこう見た感じではリーチの差が長いなというのがまだ印象だけど、もっと感じました、はい、もっと遠くに感じた。このくらいの距離だったら もう少し行ければなっていうような見た目では思いますけど、やってるともっと遠くっていうイメージがあったんで。ああそうですか。これなら手数出せって言われてもおかしくないですけど、まあ、ただリングサイドからそうすると中間距離で
中間距離というのは葛西一番得意なんですよね、はい、その距離で打ちに行ったら相手のまた回転がついてますからね、相手の回転の方が速いなという感じはしたんですね、だからもっと距離を詰めろというのがまた3ラウンドの途中までですね。そして3ラウンドのこのラウンドの途中あたりからだんだん上半身柔らかくなってきましたね、はい、このラウンドちょっと柔らかくなってますよね、ガードを上げてパンチが来たらヘッドスリップして外してますよね。小澤選手も手数は出していたと思うんですが、チャンピオンが割と左をやっぱりこまめに出してきましたね。1ラウンド2ラウンド目っていうのは右をどんどん打ってきましたけどね、はい、3ラウンド以降あたりからだんだん左やっぱり多くなりましたね。これは採点にどう影響するかなっていうふうにちょっと後半心配になったんですけどね。加藤さん、この緩い左がヒューって伸びてくる感じが、はい、そんなに、ね、自分としてはもう最悪おでこで受けようっていう気持ちで、まさかポイント、まあ、ポイントになっちゃうんですね。ちょうどこのクリンチながらの打ち方ですね、これもどんどん練習やったことなんですよ。ここら辺りからだんだん練習でやったことが出てきましたよね。そうですか。そう、今回は練習でやったことやってたことは相当出ましたので、あ、ね、1ラウンド目2ラウンド目よりもブロックがもっと閉まってますよね。ブリュを取ります。第3ラウンド終了しました。3人のジャッジペーパー手元にありますが、3人とも、チャンピオンにつけています。だから同じ10対9でもですね、1ラウンド目や2ラウンド目よりはですね差が少ないし、このラウンド結構柔らかくなってきて葛西選手のパンチも当たってますよね、はい、ただですねグローブの上からでもそのジャブをこうして攻めながら出してるとですねペース取ってるように見えますね、うん、でまあ、お互いその有効なクリーンヒットっていうのはこのラウンドないんですけどね。だからラウンド全体をセルメの方がジャブを出してうまくまとめてるっていうのは、まあ、これは結果論ですけどね、はい、そういう感じがします。自分では葛西さん、どう感じてました？この3ラウンドまで終了して自分の動き、あるいは気持ちは3ラウンドくらいからやっぱり自分でも見た目通りに流れてきたかな、ええ、でもっとペースを、ね、リズムでっていうふうにやりたいなとは思ってました。あ、はい、まあ、ですから3ラウンド目から自分が考えたことができてきつつあったのね。1ラウンド2ラウンド目はとにかくしのがなければいけない、とにかく一生懸命というのが1ラウンド目2ラウンド目なんですね、はい、そしてこのラウンド踏み込みが出てきましたよね。出てますよね、はい、距離が詰まってきましたね。近く感じるんですけど、あれ相当感じるんですよ、距離を。あのくらいの距離でも。あ、まだ遠く感じますか。今くらいの距離でも。そうしますと1ラウンド、2ラウンド、3ラウンドぐらいまではもっと感じたでしょうね。だから自分が届かない距離からどんどん相手のパンチが届いてくるっていう感じになるんですよね。小野さん、実際このラウンドはかなり距離が詰まりましたよね。詰まりましたね。そして相手の方が焦ってきたんですね。こういった揉み合いがありますよね。揉み合いを嫌がる選手ですからね、焦ってきましたからね。この揉み合いというのは両方体力使うんですけど、これはもうしょうがないことですから、この辺はブロックしています。あれも練習でやってたの出ました。あ、今のは練習、はい、このラウンドは構成取ってますね。いいですよね。また腕を挟んで、反対側の手で打つ練習なんかもやった練習ですからね、やったことが試合で出てると、はい、普通試合練習でやったことの半分も出ないんですよ、普通は選手っていうのは、ね、これがだんだん出て、よしこの調子でいいぞっていう風に思ったラウンドなんですね。相手のジャブに対してまたジャブをどうすると、相手のジャブの方が長いですからね、これはやっぱり無理に伸ばすんじゃなくて、とにかく外さなければいけない、ブロックしなければいけないと。小さな右を持ってきます、チャンピオン。このブロックしていてもグローブに当たってるわけですからね、はい、それが気になったんですね。
ちょうどその時見えてたんですね。右目の端ですね。この時は何を感じました？自分頭をぶつけた覚えなかったんですけど、はいはい、頭から どっちなのかなっていう。あ、そういうこと考えてたんですか。あ、意外と出血してたんで、ええ、どうなのかなと思いましたね。切った瞬間ですか、別れた後にやることっていうのは大事だと思うんですよ、はい、そこで畳みかけれるチャンスの場合もあるんですね。それだけど意外とセルミの選手がしっかりしてたんで、あ、これはまだカウンター取られたらまずいなって感じで思うとどまったんですけど、はい、ラッシュするのは。あ、今左持っていきましたけど当たりはしませんでした。笠井さんらしい動きが、あの距離じゃやっぱり、ね、遠いんですよ。あ、やってるとまだ遠いですか。やっぱり、ね、空振りするってことは。浜田さん、後半の笠井選手はどうでした？いや、いいですよ。あの距離も詰まってきましたからね、ええ、まあやってる本人は大変なんですけど、リングサイドから見てると1ラウンド2ラウンドよりも明らかに詰まってますからね、うん、そうすると力の入れきれる距離ですから。そして目を切ったと。その時笠井、目狙う気なかったか。あ、やっぱり実際遠かったですね。左が、向こうが遠かったですね。あ、ちょうど右目だったかな。伸びないように伸びないようにしてたんで、体が伸びたところをもらったらまず。狙うようにはしてましたけど、まあ、ポイントとしてはですね、まあ、このラウンドは笠井選手のポイントですよね。ところがジャッジ3名ともそのセルメイのポイントいってますよね、はい、というのは笠井選手がブロックしてセルメイが距離取りながらジャブポンポン出してる、あれでペースを取られてるように見られたんですね。特にそのラウンドの前半ですね、ロープ詰めてかなり連打しましたよね、ええ、まあ、あの辺で構成は取ってたんですけどね。だからジャッジの人たちだから1ラウンド目のですね、セルメノのあのすごいパンチの印象がやはり引きずってたんでしょう。第5ラウンドです。3人のジャッジはネバダのチャック・ジアンパ、そして南アフリカのおなじみのクリスト・ドール、そしてメキシコのエルナンデス、この3種です。このラウンドからセルメノの戦法を変えましたね。どう変わりました？足を使って大きく動くようになりました。今まで、足を使って前に出る選手なんですけどね、ええ、足を使ってリングいっぱい動くようになりましたね。なんでそうなったんでしょうね。それはやっぱり相手の、まあ、相手というのはこれ笠井のパンチが接近するといいパンチ打ってこられると、それをやっぱり警戒したんですね。それとアウトボクシングに徹してポイントアウトしようという考え方にもなったラウンドでしょうね。目も切りましたしね、まあ、試合後セルメノが言ってたんですけどね、だから4ラウンド目切ってからはアウトボクシングに切り替えたと、まあ、浜さん言われた通りですよね。その距離取ってアウトポイントしようっていうのでここで切り替えたらしいんですね。浅田さん出てきました、すぐ。ただそういったボクシングの常に左出しながらなんですよね。それが笠井がグローブで弾き落としてるんですけどね、それをどういう風にジャッジが取るの、イメージするのかなっていう風にちょっと気になってはいたんですけどね。4ラウンドで笠井さん自分の動きがもうでき始めて、このラウンドはどう感じました？相手が足を使い始めてきたんですか？逃げてきたなと思っていましたね。その前3ラウンド4ラウンドですが、ええ、自分のパンチいいのが当たってたんですよ。入りましたね。手応えのある、はい、ってことはだいぶ効いてきたのかなっていうふうに思ったので、だからまあ先長いし、まだ5ラウンドですか、あと次、まあ、7ラウンドくらいあるじゃないですか、まあ、いずれ捕まえられるかな、捕まえようっていう気持ちでいました、うん、そうですか。浜さん、チャンピオンの顔を見てるとその焦りというのがこの後だん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 出てくるんですけども、出てきたんですよね。それとクリンチの時の余裕なさが出てきましたね、接近すると危ないっていうのがですね、自分も危機感として持つんでしょうけれど、それがために余計距離取ろうとしてますよね。ブロックしています。ブロックしたのは
やっぱり相手の手数も参考になったんでしょうね。ブロック点とかブロック点とか釣ってほしいですね。そうですね、逆に、見てるとほとんどブロックはできてますよね。自分でブロックしようと言ってやってますからね、その辺も見てもらいたいところですね。しかし、三氏は、3人ともチャンピオンですね。このブロックも練習でやったことなんですよね。だから避けて打とうとした場合避け損なう恐れがあるなというのを常に思ったわけですよね。というのは相手のパンチが、手元に伸びてくるんで、それだったら完全に、グローブで弾き落とすというやり方でしたけど、あのお父さんです、はい、あと手前が弟です、はい、よく似てますね。そっくりって言われますね。似てますよね。小泉さん、あの今セコンドで速いワンツーって言ってたの小泉さんですか。そうなんですね、私はあんまり声出さないんですけどね、本田会長あのこうして指示出してその中のポイントを復唱すると、はい、それで結局同じ指示をその左の耳と右の耳を両方言うっていう形でね、まあ、ほとんどはあの会長が指示されてるんですね。もう3人がおのおののこと言うともう混乱しますからね。つまり早いワンツーっていうのはトータルした指示なわけですね、笠井さん。そうですね、その やっとけよっていうチャンスを開くのにってことじゃないですか。あ、自分も理解してましたね。あ、そうですか。でもなかなかそのワンツーっていうんですか、ええ、やっぱ少ないですよね。なんでですか。あのどうもイメージが遠いっていうのが、あの距離っていうのと、ね、距離感っていうのは違うんですよ。実際の距離はこのぐらい、もう手出せるような距離でもですね、選手自身がね遠くてねちょっと届かないなっていうふうな感じがあるんですよね。左動いた瞬間に、自分の左が動いた瞬間に攻めの動くんですよ、まあ、だからいきなりの右とかは意外と当たってるんですよね。反応できてないわけですよ、ワンツーとかに持っていくと、左動いた瞬間にも多分動いてると思うんですよね、それも逃げてるって言うんですよ、はい、浜さん、はい、このラウンドの2人の動きはどうですか。距離がやっぱり詰まってきますよね。それでセルメヌも一生懸命動いてますね、常に密着することを嫌がって一生懸命捕まらないように動いてるね。左がいいですね、右を伸ばして、また右、ちょっと聞いたんですよ、ちょっと顔すると嫌がりましたもんね。距離を取ります、チャンピオン。試合巧者ですね、この辺クリンチして接近戦、笠井選手の接近戦を殺したりですね。相手のが4センチほど上回ってますよね。どうですか、このクリンチ、体を合わせた時のプレッシャーとかそういう圧力みたいなのを感じました。強さっていうのを感じないんですけど、ね、回ってるんですかね。先に体重を抜けてくるんで、今のカウンターもいいですよ、はい、ここでもっと詰めたいんですね。これ高めに腕を回してきます。早い、あ、自分が早い。いや、ミッチさん、レフリーがもっとやらせてくれるって言ってたんですよ、はいはい、なんか試合前にクリンチしても片方の手が空いてれば打っていいんだぞっていうふうに、そういう指示だったんですよね。終了間際いいパンチも入ったんじゃないですか今、はい、このラウンドは非常に納得したような今表情、ニュースに出てましたけど、そうですね、まとめれたんで。ああ、そうですか。この辺の表情もそうですよね、はい、今、右から顔を出しているのが会長な会長ですけども、まあ、この辺りは会長の指示は上下に打てって、はい、もうあの上ばっかりでなしに下も打てっていうことですね。このラウンドあたりからその下も攻めろっていうのを会長言われ始めたんですけどね、今の6ラウンド目は笠井選手のポイントですね。補正取ってましたし、いい右合わせてました、はい、ところがジャッジみんな向こうなんですね、セルメンのポイント。
だからまあボクシングポイントを取ったっていう面と、それからまあ何度も言うんですけど1ラウンド目のやっぱりインパクトがあったんですよね。浜田さんは6ラウンド目どう見ました？いやもう3回の後半からいい感じが出てきたと、はい、そして葛西が早い、早いって言ったのは分けるのですね、はいはい、のレフリーが入ってくるのがですね、そこが一つのポイントだったんですよ、うん、そこはこれからもどんどん出てくるんですけど、そこでもっと集中ができれば明らかに取ったなっていう、イメージを叩き込めたんですけどね、まあ、今言ったのは、まあ、セルムノが今言ったように体を預けてきたと、そういううまさがあったっていうのは踏み入ってますよね。この辺早いワンツーがちょっと出てき始めましたね、はい、もっと踏み込んでほしいんですけどね。でワンツーからワンツー当たらなくても次のパンチつなげて、できればロープコーナー追い込んでですね、構成取ってるように見せてほしいんですよね、ボディ打ってきます、しっかりブロックしてますけども、だいぶ遠いとこから入ってきますよね、あのアッパーもね。ここは普通にやってるんですよね、セルミノ。リーチの中井選手は左ジャブが当たる距離から同じ距離から左アッパーのボディブローをよく打ちますからね、遠い当たりの選手は一つ踏み込まないと届かないんですけどね。足を使いながらパンチの高さも割と出しています、まあ、ほとんどはその入っていないパンチですけどね。そうですね、まあ、それが、まあ、ボクシングですよね、ええ、よく見えますけどね。それもやっぱりチャンピオン側、セコンドの指示もあったと思うんですけど、チャンピオン側の一つの賭けですよね、それがポイントになるかどうかというところの賭けをやったと思いますけどね。チャンピオンはこの試合が4度目の防衛戦になります。右のクロス、この辺構成取ってますよね、ええ、左フックですね。今のどうでした？いや、はい、もう手応えも、なんでいかないんだって感じですよ。VTR 見てても早いですか？行けって感じです。行かなかったらやっぱりそれだけ入りづらかったっていうことなんでしょうかね、この時は。まだね、ちょっと行こないですね、行けよって感じですよ、相手が右、インサイドから入れてきました。コースから左フルのフックっていうのをよく練習してたようですね。ゴングが鳴っていたような感じですけどね、右のストレート。第7ラウンド終了しましたが、ジャッジ3氏はこのラウンドもチャンピオンにつけています。このラウンドはちょっと難しいラウンドですね。だからセルメニオがですね、ボクシングして葛西選手のブロックの上からポンポンパンチ当ててる、そういうのをその取るとですね、ボクシングポイントですね。葛西選手構成取ってるのがありますね。ただ全体的な手数は葛西選手が少ないです。ところは有効打だけ見るとこのラウンドも葛西選手の多いんですけどね、まあこれジャッジが3人ともセルメノつけてましたよね。日本の審判の場合はこういった左ジャブというのはあんまり取らないですね、ええ、まあ、当たってないんですからそのポイント取らないというのはそうなんですけど、お互いそのまず有効なクリーンヒット、その次構成、まあ、防御技術、そこでお互い有効打なければですね、グローブの上からでも手出してる方がやっぱり振り分けポイントをもらえることがありますね、まあ、それを取らないとまた振り分けられないですね。そうですね、また右をクロス持ってきましたが当たってはいません。チャンピオンです。第7ラウンドに入りました。葛西さん、中間のこのラウンドになりましたけども、自分の頭の中ではポイントあるいはこう戦い方はどう、いずれもう捕まえられるなっていうふうに思ってましたんで、もう自分を追い詰めてると思ってたんですよ。中盤5ラウンド、自分としてはね、はい、意外と、まあ、くっついてあのぐらいになるとボディ打つじゃないですか。そうするとうー打ったりとかしてましたんで、まあ、いずれ止まるなと思ってましたね。浜さん、確かにチャンピオン嫌がってるし、コーナーの表情もね、決していいものでなかったですね。余裕がなくなってきましたよね、はい、
出血も後半ラウンドの後半にはまた始まるという感じでピタリとは止まっておりませんでした。相手も嫌がってることをできたつもりであったんですけどね。右ショートです、チャンピオン。この辺からですね、セルメノのパンチの威力が本当になくなってきたんです、というのは踏み込んで打ってないでしょ。打ったらともかく逃げようっていう姿勢で体の重心がちょっと後ろへ行きながら打ってますから、これからがチャンスなんですね。で、事実セルメノちょっと疲れ出してきてます、1ラウンド目2ラウンド目のスピードないですよね。動きが鈍ったの分かりましたか、笠井さん。いや、もうそれはもう敵面に分かりました。ただ逃げてやっぱ逃げられると距離が違いますので、まあ、もっと詰めなきゃなと思ってました。はい、はい、これは固いブロックです。まあ、いいですね。でも上手いですよね、そこの後は。そうですね、前に出てくるから体をつけて、叫んじゃいますね、思わずご自分に向かって行けって行けと言ってますけども、ちょっとここサウスポーになって攻めるんですね。変化をかけてますけど、さあ詰めました、カウンターを取ろうとしています、チャンピオン。入るときにガードを締めたままちょっと体を振りながら入るといいんですけどね、まあ、やっぱり本人はその打とう打とうっていう気で蹴る、詰めよう詰めようっていう気があるんですね。ちょっと余裕ないんだと思いますけどね。浜田さんはもっとこう追い込んでいくような、詰めていけばいいというようなことをおっしゃってたと思うんですけども、ああいいやつか。そうですね、相手が詰めにロープ自体に動いてますからね、そこを相手を釘付けにするようなところがあればはっきりと取れたんですけどね、ポイントは。今のはいいラウンドだと思うんですが、取れてないんですよ。1人がですね、その笠井選手のポイント、2人がですね、そのセルメノのポイントです、というのはまとめ方がやっぱり甘いんですよ。まあ、これ結果なんですけどね、もっと3人ともが笠井選手のポイントにつけてくれるような詰め方、できればロープコーナーを追い込んでパンチを打たないと、やはり見た目がやはりセルメノスタイリッシュだし中南米的で、グローブの上からでもポンポン手出してなんかポイント支配してるみたいなペースになっちゃうんですね。実際いいパンチは加瀬選手に当ててるんです。さあ第9ラウンドです。片押しのクロス、先ほどおっしゃったように右はね、いきなり右が入りますよね。もうやっぱそれでその前にちょっと変化つけて距離を詰めてるんですよ、だからやっぱ右は届く距離にいて、で向こうは反応できないんですよ。ただこんな中南米の選手と戦う場合難しいのはですね、ジャブをどの程度使うかなんですね。ボクサー同士が多いですから、ジャブ出すとですね、相手はすぐ反応したり右クロス持ってきたりするんですね。かといって右から右から、例えば笠井選手が攻めてたら自分のリズム、柔らかさっていうのがなくなるわけですね。実際それなかったですね、乗り切れてないというか、まあ、ただですね、笠井が自分本来のアウトボクシング、左を出してワンツーストレート打つと、ああするとまたセルメノの方もやりやすいですよ。そういった難しいところがあったですね、この選手とは。だから笠井選手自身がボクサータイプなんですよね、まあ、これだけ長身ですし。ところがセルメノに対するとボクサーファイターというか、ファイター的に戦わないといけないんで、自分の本来のリズムよりもっと構成取ってますよね。だからそこでですね、本来のその笠井選手の出ては入り出ては入りしながら柔らかさを作るというのがですね、ちょっとなくなってる面があります、相手ゆえにですよね。この辺はちょっと振りながら入ろうとしてますよね。一つかわして左、さあ詰めました。今の沈んで左フック狙ったのもいいですけどね、ブロックされましたけど、
いろな動きが出るようになってきましたね、この辺ね、特に、はい、で同じことやったら効かないんですよ。あ、同じことを何回、2回連続続けると、でその辺で変えよう変えようとは思ってますけど、右カウンターに今パチンとこれね、ただちょっと浅いんですね。それとやっぱり3つ当てないと続けないといけないよね。ポイント取られちゃったんですか。 あれでさっきのチャラみたいですね、調消しですよね。ポンポンときますけども、多分避けるのはダイナミックに避けなきゃいけないっていう感じもしますよね。だから避けてるぞっていうのをもっとアピールしないと。笠井さんはね、ポンとアウトミいい感覚です。多分あれポイントになってないんじゃないですか、一番最後のこれが。9ラウンド目終了しましたが、この9ラウンド目が、9ラウンド目がですね、三者三様ですね。そうですね、だから10対10つけてる、人がいますし、逆に10対9、葛西選手、逆にそのセルミン選手の10対9、本当に三者三様なんですけども、まとめ方が甘いんですよ。でいいパンチは本当葛西選手の方が、ゴング寸前の右 あのパンチ、それから左フック、そして右当たってるんですけどね、まあ、途中セルミン選手の強いジャブですね、あれをちょっと食ってる面もありますけれども、やはりもっと手数が欲しいですね。それから打たない間に相手のパンチをグローブの上でもやっぱり自分はブロックしてるつもりなんですけどね、あのジャッジから見るとあれがペース取ってるように見えたんですよね。右の目尻出血止まっておりません、チャンピオン。さあこれ10ラウンド、12ラウンドということから見るとあと3ラウンドですけど、どういう指示を受け取りました。いや、もう崩さないようにですか、自分のペースを、ペースを崩さないで、いい感じで来てるからっていうことで、はい、で小泉さんからはもう少しまとめろ、実際さっきから小泉さんが言われている通り、まとめが甘いところがあったので、はい、それをだから小泉さんはもうここでやってくれよって感じ で自分を聞いてやらなきゃなとは思ってました。飛び込んでいきます、はい。まあ、私はそのアシスタントセコンドですからね、指示はまあ本田会長出されてるわけですけど、ポイント計算でですね、プラス目、引き目の場合と、それから逆に辛く出た場合と、二通り頭の中で計算してたんですね。どの程度ポイント来てるんだろう、ここまでその辛くつけられるともう1ポイントか2ポイントくらいじゃないか、でそのいいコーダー取っていくとここまででイーブンか1ポイント負けてるぐらい、だからそうなるとですね、もっと的確にポイントを取るためにコーナー、ロープ詰めるともっとポイントをそのまとめろまとめろって言ったんだよね、会長もそういうふうなことを言われてましたよね、はい、この辺から、ま、毎回言われてましたよね。ああ、そうです、まとめろまとめろって言われてました。チャンピオン右を返してきます。この辺りはどうですか、2人、まあ、相手も必死だなという感じを受けましたね。随分激しく打ち合います。それが、あれが当たってるやつ、ロープにつながったら、でも左出すのが気になったんですね。これがどういうふうに取ってるんだろうと、常に出してますね、左を。それがどういうふうに取るのかなと。そして、結構セルモの状態を後ろにのけぞらすわけですよね、避け方が。その場合、まあ、ボギー打ってというふうにも言ったことがありましたけど、この体勢で右ストレートをボディに打ちにくい体勢だったかな、葛西。打つべきでしたね、相手が後ろにのけぞったら右ストレートをボディに打ったな、そして相手を前かがみなさせたところを密着してまた、ビデオみたいな見たらやっぱり打つべきですよね、だから相手がそこはちょっと上半身が相手柔らかいから、はい、そうすると上に思い切り後ろにはのけぞるから、この選手は。10ラウンド終了です。
まあ、このラウンドはですね、まあ、2人がですね、葛西選手のラウンドで1人がセルメノのラウンドですね、はい、セルメノもちょっと足元に火がついてきたんですよ、なんかプレッシャーかけられて、その、まあ、連打持ってこられてますからね、もう7、8、9あたりと、はい、そこでこのラウンドはいつもよりちょっと手を出しましたね、とか無理して手出してもなんか顎上がってるんですよね、はい、余計あそこでスコーンってさっきパンチのシーンがあって当たらなかったんですが、あれが当たってたら本当にあわやダウンっていう風な感じのシーンがあったんですけど、この辺のシーンっていうのは葛西さんが望んでるシーンとかあるんじゃないですか。そうそうそう、チャンスですよね。チャンス、あこのパンチ、ここですよ、もうちょい返し、この後の返しですね、さああと2ラウンド、11ラウンド目、あと2ラウンド残して葛西さんはやっぱり同じような気持ちで、はい、であとこんだけ逃げて、もう4ラウンド過ぎからずっと逃げてたから、はい、絶対途中で必ずこのラウンド逃げながらでも来る時があるなと思ったんですよ、まあ、まとめてくる、ええ、そういう時って意外とアウア上げてくるんで、そういう時こそチャンスかなとは思ってますよね。それまで自然に攻めてる、はい、小泉さんはもうまとめられたで、11ラウンド目の前にですね、まあその勝負しろって言って、私本当に 4,5 回しか言わなかったです、この試合の時に勝負しろというのは、10回目に相手が打ち気に出てきてますから、結構ガードも開いてますし、ここでパンチが当たりそうな気がしたんですね。そして12ラウンド目になったらですね、その逃げる可能性もありますから、その打ち合ってダウンさせるってしたら、このラウンドなんですね、ここでダウン取ればっていう気があったので、ね、11ラウンドこそ勝負どころですね。葛西選手本人はどうだったんですか。そうですね、もう、まあ、自分はもうまとめれば、捕まえることができれば、そこでチャンスでもう頼み、もう終わらせようという、ね、はい、気持ちでいました。この辺は完全に逃げ腰ですよね。自分の好きなこう今の左フックですけど、あれは相手の動きを読んで先に出してくるんですよ、ね、ああいうのも当たるようになったので、まさにこの2人だけを画面で見てみますと、完全に葛西ペースですよね。そうなんですよね、だからよし、この調子でもっと押していけ押していけっていうのを解説責任で思ったんですけどね、ただセミナーのこうやって下がりながら左を出してるわけですね、はい、ブロックされているにしても出してるわけですね。これがどういうふうに映るのかなと、だからここでロングのパンチからショートのパンチに切り替えてですね、下から上に行きたいですね、嫌がってるんですよね、これで下から上ですね、左アッパー左フック、これもかかるんですけど、セルメノがジャブってきたときひょいとかわして左フック叩きつけて、それで右合わせて左フック返す、いいですよねこの辺、はい、あしかしロングです。11ラウンド目、このラウンドも割れたラウンドですね。まあ2人が葛西選手のポイントですね、はい、まあ、このラウンドは葛西選手のポイントです。さああと1ラウンドだけになりましたけれども、どんな気持ちでした。まあ競ってるとは思ったんですけど、自分に分があるのかなっていうふうに思ってましたね。 であと最終ラウンドをポカしないでちゃんと攻め切ればなんとかって自分はそういうのだったんですよ。 あとそれなりにまあ考えて、ラウンドの後半は必ず無理でもいいかな、手数っていうんですか、出すような、はい、イメージ的にラウンドの後半はいいっていう、なるほど、あるじゃないですか、で やってましたんで、できてたと思うので、でもちょっと甘いところもね、それはありますけどね、でもそれより向こうも逃げてましたね、それ以上に、はい、今会長が最後の一言を念を押すように付け加えました、なんて言ってたんですか。あもう
勝負していいんだからなって感じ。ああそうですか、はい、行けよ、ラストラウンドです。だと思います。私はポイント、まあ、そのプラス側とマイナス側つけてましたよね。でポイントが来てる場合はこれでその来てればいいのかぐらいだな、ラスト勝負だな。で逆にそのボクシングポイント取られてるとかなりその負けだなと。いずれにしてもこのラウンド本当にいかないといけないという感じだったよね。自分のセリメノが来なかったんですよ、このラウンド。はい、ってことは、あれこいつ来なくていいのかなって思ったんですよ。自分は競ってると思ったんで、最後くらいは取りに来るかなと思ったんですよ。で、取りに来ればまたチャンスもあるし、そしたら、足また足使って逃げてたんで、おかしいなとは思ってました。放送席の浜田さん、どう思ってました？このラウンド、最終ラウンドは、どっちかというと大事にいったなという感じを受けましたね。どちらが？いや、葛西ですね。ああ、そうですか。もう完全に裁きに入っています。しのごうしのごうという体制のチャンピオン、逃げ込みに入っているという見ていいでしょうね、まずね。そうですね。まあ、敵も去るもの引っかくものですね。常年なかなか本当にきちんと当てさせてくれないんですね。この辺クリンチしたりですね、もう逃げ込み作戦ですよね。レフリーが入りました。この辺もいいですね。すぐ右左右で行きたいですね。笠谷選手自身もちょっと打ち急ぎしてるんです、焦ってるんですよね。で右当てて左フックきちんきちんと、でもこれも取られてたらこのラウンドでもダウン取れてたんですよね。ああいい、この辺セルメン手出してるんですけど、もう本当手打ちでカッコだけ手出してるだけですから威力はないんですね。試合終了です。宮城ディアスさんが肩車しようとしたんですけれども、今ようやく抱え上げられました。どういう気持ちでしたか？いや、やっぱこれ上げてもらいましたし、ね、勝ったかなと思いました。まあ、ボクシングやってる選手は、ね、みんなこうなると、ええ、勝ったと思いますよね。まあ、ラストラウンドもですね、2人のジャッジが葛西選手、ええ、もう1人が10対10ですね。こちらはどういう気持ちだったでしょうか、チャンピオン。採点を待ってるところです。浜田さん、はい、どう思いました？だからセルメノの動きながらの左をどういうふうに見てるんだろうと、それがやっぱ最後まで気になりますね。浜田さん、ラスベガスのジャッジ、そのポイントのことについても、ね、触れてましたけどね、はい、そればっかりが気になった時の試合ですね。そしてこれが仮に日本の基準の日本タイトルマッチの採点の仕方だったら、はい、取ってたなというふうに思ったんですね。そしてラスベガスどうなんだろうというふうに最後までやっぱ思いましたね。我々も何回か行きましたけども、えっという採点がありましたからね。ありますからね。あ、そうかという。さあ、ジャッジです。採点があります。3対0です。118対109。And Hector Hernandez both score the mount 117 to 112, all three in favor of the winner and still champion Antonio Cerveño。 あとの2人は117対112でした。3対0でチャンピオンが
4度目の防衛に成功しました。10ポイント差っていうのはね、ちょっとおかしいと思いますね。18対109がありました。117対112っていうのは、そのまあセコンドしてまして、その厳しい目と、それからそのどうですか、プラス側に見ると1ポイント勝ちですね。だからその間に入って、はい、まあ今一番最後の表情出ていたんですが、私も見てて一番思ったのは、試合後の表情がなんていうか爽やかだったのが印象だったんですが、きついことかもしれませんが、どういうことを思いました、相手にコールがあったときは。そうですね、まあコール来る前、ね、ニューってそれね、言葉がコイ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 と思って、スティールって聞いたときに、あ、負けたか、まあ自分としては勝ったと思ったんで ね、だけど自分も出し切ったんで。